ばんは。こんばんは、みなさん。信じられないくらい顔色悪いけど。これ私。こんばんは。こんばんは。こんばんは。リーマスターありがとう。キラキラ。なんかこれ私かなって思うぐらい結構顔色は悪いですけど、こんばんは。信じられないぐらい顔白いです。はい、なぜならすごい今広島曇ってて絶対低気圧なんですよ。なんかもう雨降りそうって感じ。もう信じられないぐらい頭痛い今。風邪ひいたかと思うレベルの頭の痛さをしております。こんばんは。でも配信しちゃう。こんばんは。はい、やばい、体調は頭が痛すぎる。痛い、笑ったら痛い。信じられないぐらい笑ったら痛いよ。から笑いするね。ふふふふ、ははふふ、はは、から笑い人間になっちゃう。でもジムにも行きます。今日も今日とて運動しなければまずいので。ちょっとね、卒コン私全部の曲出るんですけど体力持つかなって心配なので、ちょっとね走ります。ジムで。ねえ、頭痛い。もうほんと笑わせないで。リフジン、リフジン、勝手にひなちゃんが笑ってるのにね。頭痛すぎてこの世の終わり。いや本当に持久力をつけないといけませんので。お薬飲んでないんよね。飲むべきな気がしてきたのも、なんか本当に痛いんだけど。何イライラするな、おい。偏頭痛がすごすぎて笑ったらめっちゃ痛いことに気づいた。ずっと笑ってなかったから今まで。なんか頭痛いなーぐらいだったから、なんかずっとあの部屋でこう SNS してたから笑ってなかったけど、笑ったらめっちゃ頭痛いわ。気づかんかった。もう行って柄悪くなってきた。やばい、薬飲もう。心に決めたんだ今。私は薬を持ってきます。どこ薬がどこ、これどれ、わかんない。ママ助けて、ママ。あった、良さそうなのあった。みんなこれ違うかな、これこういう口が。ミノサイクリンって違う、ミノサイクリンって違うかな。頭痛い。もうこっちにしようかな。ミノサイクリンって何？聞いたことない。こっちにする。絶対に合ってるやつにするじゃん。ライラックにする。何粒？大人4錠。めっちゃ飲まんといけん。4錠は多いやろ、どう考えても。だが頭が痛すぎる。ちょっと待ってね。病人配信。
私玉飲めんかったんやけどさ、ずっとコロナ期間、コロナになった時にさ、なんかあまりにも薬飲まんといけんすぎてさ、飲めるようになったよね。コロナじゃないか、なんかすごい薬飲まんといけん期間があったよ私。なんだったっけな、あれは。飲めた。お薬飲めたね。こちら、こちらの商品を飲みました。絶対に合ってる。低気圧不調、この頭の痛そうな絵、絶対にこれ。ミノサイクリンって何なんだろう。よし、ただいま、ただいま、みんな。うお、あ、感染症のお薬だったんだ、よかった、間違えて飲まなくて。なんかお薬って文字すぎるとよく分かんなくならない。何これってこれなんだっけ。あるある、あるあるね、これあるあるです。そう、なんだっけこれ、何の薬やこれは。うん、よくない。でも絶対に合ってるやつ飲んだんで大丈夫です。よいしょ。そう、薬なんだからもう大丈夫、もう大丈夫だと思う。あ、水染みてなかったよ。プリンさん、えらい、ありがとう。えらい、お薬飲めてえらい、私。これが見えてもいいやつですからね、おしゃれデザイン。一応ね。そう、あと少しね、本当に安静にしておきます。この1時間、この配信する1時間は私はちょっと安静にし、そしてジムに行きます。ケンズさんにアピール。そう、これ見えても大丈夫なおしゃれデザイン入ってるやつですからね。もうアピール。カウラさん、結婚してありがとう。結婚、もうちょっと上の方に置いとけばね。よいしょ、コンサート頑張ってください。頑張ります。はい、早くみんなに話したい。なんかもうここはこうやってやったんだみたいな話を早くみんなと話したい私。おえ、20日初めてコンサート行きますって、すごい嬉しい。それはとっても、なんかあの、聞きたいことあったら聞いてくださいね。そう、今ファンの人いっぱいいるし、私もいるからね。コンサート初めまして、初心者の皆さんにもあの優しくみんな教えますんで。聞きたいことあったらね、全然教えますよ。当日までのお楽しみしておこうかな。そう、あんまりネタバレしすぎないようにしてたんですけど、まあ2階席にもあの私は近くに会いに行くっていうことだけはちょっと教えておきますよ。教えておきましょうと思って、はい、そこの演出だけちょっとネタバレしとこうかなと思っております。はい、
そう、好きな座席っていう席なんですけど、あの1階席のその指定席のところと2階席の指定席のところは好きな座席っていうところなんですけど、もう2階席でも優勝。私めっちゃ長い時間ね撮ってるので練り歩きを、はい、そう、よろしく、よろしくお願いします。かわいこタイムは結構ありますか？かわいこタイム結構あります。はい、上高席でも近くでメンバー見れますか？あの2階席にも行くってことはそういうことです。だって2階席だけ行ってたらちょっとおかしいじゃん。もうそういうことです。はい、察して察して、うん、そんな不平等なことひなちゃんすると思う？はい、いろいろさしといてください。2階席行くっていうことで、あのいろいろさしといてください。うん。亀子頑張ります。あ、嬉しい、ありがとう。亀子頑張れ。亀子頑張れ。どの席にもチャンスありますか？あります。うん、ワンチャンじゃない、フルチャンみたいなところ、はい、フルチャンで思っててください。そこだけは知っててほしい。楽しみにしててほしいんでね。ノーちゃんではありません。そう、ノーちゃんなし、フルちゃん。うんうん、メンバー誰も来んかったんやけどみたいなことは絶対にないし、え、ひなちゃん近くで見れんかったんやけど、もう絶対にないです。はい、これは誓おう、ここで今誓うから、私絶対ゆうきりけんのうさついたらハリセンのノーマスゆうびきった、よし。大丈夫、うん、そこだけはね。私が絶対みんなの近くに行くってことだけは違うわ。うん、あの他のメンバーもね、みんなの近くに行くよっていうことは違う。そう、もうランウェイのように私は歩いているから、よろしく。ひなちゃん嘘ついたことないもん。いや、ひなちゃん嘘ついたことない、本当に本気で。フルちゃんです。はい、フルちゃん、フルちゃん練り歩きある。うん、ランウェイみたいに歩いてる。イエーイ、やっはー。他の音にも宣伝しとく。うん、他の音にも宣伝しとって。うんうん。ペンライトカラーのピンクって濃いピンク、薄いピンク、どっち？あの基本的には薄いピンクを振っている人が多いですね。うん。なんかピンクって感じがするしね、そっちの色の方が。濃いピンクはちょっと赤っぽいピンクって感じなので、なんかピンクって感じの方の薄いピンクをみんなに振ってもらっております。今のニュアンスは拡散希望でいいかな？どうぞどうぞどうぞ拡散してください。メンバーが、メンバーが近くで絶対に見れる。かっこひなちゃんも近くて絶対に入れる、言っといてください。
ずっと声を振ってた。あ、でもね、声をでもわかるよ。うん。なんかすごい絶対卒業コンサートの LINE が動いてる。めっちゃ新着メッセージが来てますって来た。この時間まだ卒業 LINE 動く。全然動くよ。何時でも動くよ LINE は。演習の打ち合わせとかじゃなくて、あのレッスン動画が送られてきてるんだよね。レッスン動画がねずーっと送られてる。今まだ送られてる。いっぱいやったからね今日も。そう、私の卒業コンサート席があとちょっと空いてるっていうことなので、まあね、ソールドアウトしたら嬉しいじゃないですか。とってもとっても嬉しいじゃないですか。なので皆さんね、ぜひ迷ってるなら来てください。結構私は卒コンができるってなってからもうすぐ動いてたのね。すぐこれしたいあれしたいって言ってたので、結構あの自分のやりたいことをほぼ全部できてるので、あの過去一 STU のコンサート史上過去一演出が多いと思います。はい。そう、え、あれもこれもそれもどれもあれもみたいな感じでやらせていただくので。そう、うん、すごいよ、楽しみ。いや本当に楽しんでほしい。なんかもうパーティーにパーティーに来たぐらい、なんかちゃんとコンサートに来た、なんかちゃんとお、そのね、お金払ってみんな来てくれてるわけじゃないですか。ちゃんとあの見るものとして、あ、いいものを見たなって、すごい凝ってるものを見れたなってっていうのを思ってもらいたくて、ちゃんとね、そう、こういう演出やりたいっていうのにもちゃんとお金をかけてもらってやってますので、楽しみにしててください。はい。そう、なんかもう短い期間でバババって作ったんだなじゃなくて、なんかちゃんとって感じだね。そう、分かってほしい。うん、それはそう。プロフェッショナル。まあプロなのでね、はい、アイドルとしてはプロでやってますんで、もうアマチュアじゃないので。そう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 。ひなぴーでやってます。今日もさ、あのレッスンの時ってこう こっちこうみんなが踊る平場っていう、あのステージか、ステージがあるとすると、ステージみたいなのがこうあって、でここに机があって、前にね、前に机があって椅子があるんだけど、私そこの椅子のとこに座ってこう演出演出化してたからね。おもろすぎるんです。見たくて、そう。うんうんうん。隣にいるダンスの先生も結構演出とかもやってくれるんですけど、そう話し合ってずっと話し合って、ここをこうしよう。
いやここじゃないんですよね、ここで出るんじゃなくてここで出てきてほしいそんな話ばっかりしてましたからそう演出やってるんで面白いですよ誰か撮っててほしかったドキュメンタリー映画作ってほしい腕組みしてみんなちょっとこうやってここじゃないなうん、そう、なんかあったら私言ってくださいって言ってるからねおもろい楽しい楽しい、ね、やっぱ私が決めたっていう方がいいんですから何事もそうなので全部私が決めております。今夜も配信ありがとうって、あらこちらこそありがとう、目に来てくれてそう腰にジャケットワンちゃんワンちゃんワンちゃんそう本当にパコイチ演出できてると思います。はい、豪華豪華そう皆さんのご協力のもとですけど、そう私がやりたいって言ってね全部叶えられるわけじゃないので、皆さんのご協力があってうんできてますからね。本当にだって私セットとか作れないしこういうのやりたいって言ってそれをね演出のやつで舞台できるわけじゃないし、照明さんとかもこういう照明やりたいって言って私できるわけじゃないし、映像とかもこれやりたいって言って全部作れるわけじゃないし、撮影とかもね編集とかもね全部できるわけじゃないので、私は皆さんの協力のもとできております。本当にうん、セットのラフ画とかも描いたりしたんで、そうラフ画描きました。セットめっちゃかわいいセットになってる。うん、かわーって感じ。セットも話し合ったんで、ちゃんとこういう感じでってラフ画を送ってこう来たやつに、これはここにここにもうちょっとこれってやりましたんで、うん、可愛いですセットも。そう。あ、そうすごいキラキラがやっぱいいよね。そうキラキラな感じにしてもらいました。いっぱい。私はすごいみんなに早く見てほしいっていう気持ちと、待ってみたいな、待ってみたいな、ちょっと待って寂しいみたいな気持ち以外を押し寄せてるから、うん、難しい気持ち、複雑。うん、こんなにも見てほしいって思うこともないし、こんなにも寂しいって思うことはないねわ今それ同じ俺も
みんな一緒。わかんのね。早く行ってほしい、早くみんなにこれ届けたいって思うと、え、寂しい寂しいみたいな気持ちが同じ勢いで押し寄せて、ちょっとなんかううううってなうちの作った世界観言ったいけど終わってほしくないって、いや本当にそう、見せたいのに終わってほしくないの私はねえ、さすがに泣く。いつも泣かないようにしてるけど、さすがに泣く。そう、なんか普通にアイドルが好きな人は見てほしいコンサートって感じなんだよな。なんか STU に来たことない人もきっと楽しめるであろうから。ねえ、コンサートって1回しかできないじゃん、その卒業コンサートは。もうねー、震えるよね。うん、そう、いつもと違いそうなのが、そう、いつもと違う、本当に見てーって感じ。くれませながら、この前の純愛イベントで初めて写真一緒に買ったけど、ピンクのワンピースが好きです。あ、いいよね、私も好き、麦わら帽子のやつね、カーチーでしょうん、全然ね、ゲットしてくださるのいつでも嬉しいですよね、うん、あとこの5日間で仕上げますが、まだね不安なこともあるので、そう、頑張る。東京の沢さんお疲れ、ありがとう。おっちゅー、尊いもありがとう。あと、うん、リハ順調ですか？意外とね大変なんですよあ、じゃあコロンってなっちゃった。メンバーがあの、わあ、ちょっと待ってね、何位になるの気になる。よし、あ、サラさん出ました、ありがとう。キャンキャン、メンバーがあのツアーの方もやってるからさ、なかなかね大変なんですよね。そう、1曲目は何ですかえ、なんだろうえ、なんだろう、一曲目何だと思う？ないじゃん。一曲目はあれで、ああいう感じでやって、ああいう演出もあるよ。あれもちょっとね、一曲目からみたいなところもあるんで、見どころです。はい。大番地は確かに。結局おばちはな、大バレです。うん、
あ、あれね。テレパシー。テレパシーで繋がってた。それはあるの？どうでしょうかね。そう、どんな曲をやるかは皆さんの想像にお任せいたします。はい、どんな曲をやるか、セットリストは皆さんの想像にお任せします。セトリのネタバレだけはできません。はい、全然みんなちゃん揃わないのか。新情報だ。そうっすね、全然はないっすね。そう、でもちゃんとあのオーバーチュア前にとあることをしますので、はい、それはちょっと見どころですね。んタッキーさん、クマいっぱいありがとう。クマ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 。さあ、なんだろう、なんだろうね、おばあちゃんの前にああいうのが入るんだな。ああいうのが入っちゃうんだな。そう、影穴もやるよ。影穴はいつも通りやるよ。うん、ああいうのが入っちゃうんだよ。そう、なんだろうね。遅刻厳禁よ。もう最初から最後まで全部見ないと後悔したーってなるよ。気をつけてね、みんな。ちゃんと開場時間になったら来るんだよ、みんなね。うん、いきなり泣いちゃわないように気をつけます。私もいきなり泣いちゃいそうで気をつけます。あら、さっき広島行きの切符買ってきたって、ありがとう。ねえ、遠征してきてくれる方にはもう感謝感謝ですよ。いつも自由席でグリーンでも待ち当たらないじゃないかと。そうだね、卒コンぐらいはいいんじゃない。そうそう、しなくていいように宿泊する。そうだね、まあ何があるか分からないからね。夜公演だけどね。うん、夜、夜公演、夕方、飛んでいきます。あら、飛行機ありがとね。ちょっと晴らしとくね。うん、雨で来れないってならない、ちゃんと晴らしとくね。任せて、私卒コンはなんか晴らせる自信があるから。自信満々。うん、今から晴れるよ。はい、できる。あ、これ違うか。これは違う。君の名はか。なんだっけ。天気のこの音楽なんだっけ。雨予報大丈夫、晴れる。任せて。
あれ女だから。かなさん、レモンスタリアと。キラキラー。うんうん。夜女の日の血はそうだよ、太陽のようですから。あ、めだとそうだよ、偏頭痛もあるしね、絶対に話すんだ。東京でお待ちしております、ありがとうございます。私今日もあのいい物件がないか探してた。配信始まる前レッスンから帰ってきて、いい物件ないかな。面白すぎ、いいのありました。なんかちょっと内見しに行かないと分かんないけど、あったよ。うん、なんかたまにさ、その中どうなってるか写真で載せてないところあるじゃん。それをちょっと2つ見つけてしまって、え、何ここみたいな。なんで中の写真載せてくれてないの。でもなんか良さそうみたいなのをちょっと2個見つけてしまって、これ内見行かなきゃと思いまして、うん、なんで載せないんやろ、気になる。ね、周りの環境、そう、全くそれだ。うん、コンサートが多い部屋がおすすめ、確かに大事。うん、でもちゃんと不動産屋さんはあの知り合いの方にやってもらえるということなので。不動産屋さん NC が出たら行かないですけど、ここはね、なんかちょっとね、やめた方がいいよみたいなの言われたら行かないですけど、そうそうそう、ちょっと知り合いの方なんでね、大丈夫ですよ、一番いいでしょ。もう普段さん屋さんどうしたらいいか、もううわーってなってたら、あの助けてくれました。安心安心。衣装部屋もあるのかな、なんかやっぱり広い方がいいなと思い始めて最近。そう、本当はまあウォークインクローゼットあればいいかぐらいの気持ちだったんだけど、なんか最近やっぱ広い方がいいかもなっていうテンションになってきたんですよね。面白すぎ、うん、うんうんうん、そう、泣いちゃう。そう、高くなるよね。いやーでもやだ、うん。やだ、なんかもうなんかちょっと広い部屋にしたくなってきた。うん、いやー、そうなの、ちょっと広くする代わりに、なんかね、ちょっとなんか自分で頑張って綺麗にするしかないかなみたいなところではあるよね。うん、 4LDK は広すぎる、寂しい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 、そんなの。 4LDK は広すぎ、寂しいわ。洗濯機は置ける、そう、洗濯機は絶対に置きたい。私はバス、トイレも絶対に別がいい。譲れないね。
冷たい部屋一人悲しい、いらない。うん、私今もうパパピョママピョ妹ピョは今も福岡に行っちゃってるので、そう今も寂しいもん、なんかえみたいな。これをやらない、東京では絶対に。うん、このままデキとガスどっちがいいの、あんま考えたことないの。うん、どっちでもいいかも、割とそれはそこのこだわりない。ロボット掃除機、確かにロボット掃除機ね。でも掃除機あるよ、ママがくれるって。ちゃんと料理するならガスかな。そうなんだ。でも確かに一軒家の山口の時はあのガスだった気がするんよね。そうだった気もするし、そうじゃない気もする。で今の家もガス、今の家はガスなんですよ。なんかガスの方が料理しやすいんかな。知らなんだ。すっぴんマスクでも一般人と顔立ちが全然違う。面白すぎる。レベルが違うか。トラさん出ました、やった。キャッキャー、ジュメかわいい。まあどっちでもいいんだ私は。そう、電気ね、なんか電気とか水とかガスとか契約しないといけないのが本当に不安。できる気がせん。受験されました、ありがとう。キラッキラー。10時だけど頭治った。え、結構治ってる。待って、え、待って、治ってるかも。あ、治ってる治ってる。すごい、ライラック、ライラックいいです。あ、ばばばばばば、やばい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 、さっきまで飲んでたスープが、スープのスプーンがガシャンって落ちた。だって今笑ったも別にだもんな。あ、大丈夫大丈夫。ガシャンって、いい感じ。今日15分ぐらいから始めたんかな、私から始めたんだ。もうちょっと1時間はしたいけど、あ、15分ぐらいから始めてたんだね。じゃああともう10分ぐらいやりますね。
ポスト見るの忘れそう。ポスト見るってちょっと頭に書けない。うん。昨日届くはずのものが多分私受け取らないともらえないやつだったっぽくて、あれに入ってなかった、宅配ボックスに入ってなくて、えって先なって、不在票ない、えってなって、多分ポストだよね、不在票ポストにあるのかな、えポスト以外にあることある、多分ポストだよね、えそう、え大丈夫かなってなって、ポスト見ようっていうのを覚えとかんといけん、ポスト見るポスト見るポスト見る、そうふふふ、不在票部屋に来る、あ部屋に来る、部屋見てないか、うん、そう私も特配ボックスに不在票あるかと思ったらなかったんだよね、ポストかなって思ったんだけど、どうしよう、なかったら恐怖いやある大丈夫、マイナスのことを考えるな、うん、うん、絶対取られたやだ泣いちゃう、うん、わかる、ちゃんと届くまでドキドキするよね荷物ってわかる、私はいつもアマゾンでさえドキドキするもん、えちゃんとコーヒー届くかなちゃんとこれ届くかな、いつも届いて自分の手元に来るまで何も安心できない、ドキドキするカラさん来ないよと、手元に来るまでが宅配便、本当にそう、もうドキドキする、やめてフフ大丈夫なはず、うん、今日なんか涙袋爆誕してるな、本当に何もメイクしてないのに、涙袋なめくじ星人涙袋爆弾なめくじって感じ、うんうん、何もしてない、なんでなめくじやねん、なめくじって言うんよこの部分を、涙袋のことをなめくじっていいんよ、なめくじみたいやろ、21の卒業、ひなちゃんと会える最後になる日が近づくの本当に寂しいって、でも絶対推しててよかったって思わせるから、それは褒めなの、褒めだよ、私涙袋なめくじだねって言われたら嬉しいもん、そう私なめくじなの、うえ私が人生初アサインをね
あの写真集イベントの時にアサイが食べたいって言って近くのアサイを買ってきてもらったんだけど、それをねさっきインスタに載せたんだけど、あのそこの方から今そのお店の方からメンションありがとうございます、味は美味しかったでしょうか、またいらしてくださいねっていうメッセージ来たメッセージ来たし、なんかメンションされてると、うん、そこの公式のインスタストーリーに私のインスタ載せられてると、うん、美味しかったですうんうんうん、新しい発見だよ。もうあにゃ、あ、できたできた、すいません、すいません、なんか一生咳が出るノート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 病弱病弱配信病弱配信になっちゃったノートノート治ったね、治ってない、治ってない、治ったすいませんね、あいい、大丈夫です大丈夫です、なんか多分薬さっき4粒飲んだから、なんか私の喉になんか多分異変を感じた、うん、薬飲むの苦手だからさ、こんぐらいのこんぐらいの薬を4粒飲んだので、ちょっと喉が急に突然のこう物体に多分ちょっとびっくりしちゃって、今更って感じで多分咳が出ましたそう、元気元気、うん、びっくりするぐらい元気よ今、薬飲んで効果が出てて全然痛くない頭うん
そう、私喉びっくりしちゃうな。そう、なんかご飯とかも食べた後絶対なんかゼハゼハみたいな咳が出るすぐ喉びっくりしちゃうの私そうびっくりしちゃって、いつも心配されるんだけどね、いつものことだし、ね、あの全然大丈夫なんですよ。なんかね、いつか病院で見てもらうまあいっかと思って見てもらってないんだだけ、うん、いつか見てもらおうって思ってる。食べた後なんかゼハゼハっていう咳が出るんですよねいつか病院で見てもらいます。はい。ゼリーとかなんか、なんか全部何食べてもゼワゼワって咳出ちゃうんだよね。そう、そういうものですよ。コンサートの後ゆっくりできるのかなって。いや、卒業公演の準備もあるですから、まあでもちょっとはゆっくりできますね。5月1日なんで、うん、食堂がまだ赤ちゃん説、いや本当にそれあるじゃあランキング読んでいくね。13位、エボルタさん。エボルタさんのことが好きだそう。ジェニハナちゃん大好きな、そちちひろさん、卒校行けないと言ったけど有給取って行くことにしました。嬉しい、それは。はーい待っております近く行くのでね、どんな席でも。そして10位、よしやさんすごい迷っちゃった。よしやさんのことが好きなさーん。9位、まことさん。まことさんのことが好きなさーん。8位、かずきくん。かずきくんのことが好きなさーん。7位、つーさん。いつまでも好きなさーん。好きなさーん。6位、さむきさん。こんなに好きにさせるなんて、美人でついの女、学校面白え面白え女やん。ちょっと咳を咳込む。5位、ドリンさん。頭痛の会社にがとうやって低気圧なかもラブあら大丈夫、薬を飲んでくださいゆいばちゃん、ガンガンひなこガンガンやん3位、東京のスワンさん。東京のスワンさんのことが好きなさーん。2位、カウラさん。結婚指輪、カウラさんのことが好きなさーん。そして1位がドロロパパーン、ザッキーさん。あの時忘れちゃうほどに急に夢中、大滝現金ですあ、お疲れ様でした。皆さんも今日も一日おつぴょうでしたはい、卒婚はねあと5日後っていうことで、私がね全部演出とかなんかもう全て卒業の全てをねプロデュースしたんですけれども、もうめちゃめちゃSTU のコンサート史上一番ね演出がもういっぱいあるコンサートになっておりますし、たくさんね2階席とかの好きな座席でも、1階席の奥の好きな座席でも近くに絶対に会いに行くって約束しますので、よければまだね卒業コンサート申し込んでない方いましたらね、こちらの左のバナーから
上の方のなんかロゴがさちょっとギュインってなっちゃってるんだけど、スジアコンサートのロゴの方を押したらチケットが、いろんなサイトからご購入いただけますので、ぜひぜひ会いに来てくださると嬉しいです。あともうちょっとでねソールドアウトということなので、ぜひぜひソールドアウトしたいのでね、広島遠いかもしれないんですけれども、もう私のやるコンサートはね、私の作ったこのアイドルの集大成のコンサートは最終で最後なので、うん、絶対会いに来てください。近くに来てくれるの？もちろん、うん、たっぷり寝れる気ます。はい、待っておりますね。そう、いっぱい楽しい演出もありますし、もうプリチーかわいいヤッホーイってなれるようなものもありますし、あすごい感動みたいなのもありますんで。あと卒業ドレスがもう血のほど素晴らしいので、ぜひぜひ。そう、血のほど、みんな多分倒れる、うん。はい。ちょっとフィッティングしたんですけど、もう血のほど可愛いので、はい、よろしくお願いいたします。ではでは、皆さん本日もアスピオでした。またね、ありがとね。